佐賀労働局は、昨年度、長時間労働が疑われる事業所に立ち入り調査などをした結果、県内58の事業所で、過労死ラインの月80時間を超える時間外労働が確認されたと発表しました。佐賀労働局によりますと、昨年度、長時間労働が疑われる県内354の事業所に立ち入り調査などをした結果、 41.2%にあたる146の事業所で違法な時間外労働が確認されたということですこのうち過労死ラインとされる月80時間を超える時間外労働は58の事業所で月100時間を超える時間外労働は43の事業所で確認されていますコロナ禍に入り長時間労働は減少傾向になったものの昨年度は再び増加に転じました 佐賀労働局は生産活動の再開などから労働時間も長くなっていると分析した上で長時間労働による健康障害を防止するため今後も監督指導を徹底するとしています。